もファイヤー挑戦テレビくんです。よっまっしゃい。本日はアフガン地獄の橋日本の底辺から見てみたというテーマで話していきたいと思います。見てほしい方はアフガニスタンの地獄の橋について知りたい方、非正規の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。このチャンネルでは非正規ドルオタ35歳ボカロ P がファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。今年1月にクレイジージャーニーを見ていたら、アフガニスタンなど、治安の悪くて危険な地域を取材しているジャーナリストの菅川拓さんの特集がやっていました。でクレイジージャーニーってどんな番組なのかっていうと、一風変わった独自の視点で世界で活動している日本人に密着した気候番組 でサブカル的だったりアングラなテーマを取り上げることが多くて、で深夜の頃から好きで見ていた番組です。そこで今回取り上げられていたアフガニスタン地獄の橋が、とても印象に残ってちょっと離れないので動画にしてみました。アフガニスタンはタリバン政権以降失業率が上昇して、で食糧難にも陥って貧困が深刻化しているっていう状況なんですけど、その中でもアフガニスタンの地獄の橋と呼ばれる国から見捨てられた貧困層が集まって生活している地帯があります。で町の中の、あの川が流れている橋の下には、1000人以上の麻薬中毒者がいて、ものすごい刺激臭の中、もう生きているのか死んでいるのかわからない人や、犬がゴロゴロ倒れているっていう映像が映し出されていました。でこれなんですけど、もう画面に映った人たち、もうパッと見だけどもう男性しかいないっていう状況 で橋の上を通行している人も、もう鼻を押さえながら通ってるの で相当ひどい匂いがするんだなと思いました。でもう国が違っても、その弱者男性はもう女子供と違って、救いの対象にはなりづらいのかなとか、もう貧困であぶれるのはもう男ばっかりなのかなみたいなことを少し思いました。もしかしたら女性と子供は別のところで貧困に陥ってるかもしれないんですけど、川とかめっちゃ汚いですよね。で放送ではもうここで麻薬の注射針とか注射の容器を洗ってる姿が映ってました。でアフガニスタン地獄の橋で検索すると動画が見れるので、気になった方はちょっと見てみてください。日本の貧困層、自分みたいな非正規でも、自分の部屋があって、で空調もあって風呂も入れるし、あと食べ物も困らないし、あと若干の遊びもできるし、スマホもあるし、もうサブスクも入れるみたいな感じで、地獄の橋の人より挽回できるチャンスは全然あるなと思いました。でそう考えるとちょっと申し訳ないけど気持ちが楽になった気がします。でもう下を見て安心するってちょっと性格悪いけど、テレビ見てた人たちも、一定数は同じようなことを思ったんじゃないかなと思います。底辺はもう自分より稼いでる人とか、あともう社会でもうこの正社員でもううまくいって結婚もしていいよなみたいな感じで、うまくいってる人を見てもういたたまれない気持ちになるより、自分よりひどい状況を見て、安心した方がいいかなと思います。日本でもう非正規で貧困層でも、あのローマの時代の奴隷に比べたら全然待遇いいし、あと江戸時代の将軍よりもいい暮らししてるんですよね。もう昔の時代に比べたら全然自分たちも貴族じゃんみたいな感じなんですよ。もうエアコンも使えて、もう電車もバスも乗って、もう人に運転させて楽に早く移動できるし、
まあ、100円からもう1000円も出せばもう美味しいものも食べれるし、まあ、だからなんか自分はもう貴族だって思って、ね、そういうマインドで生きてたらなんか胸を張ってもう自分は何でもできるって思えるようになりました。で、地獄の橋の人よりも全然恵まれてるんだから、もう劣等感に襲われた時はもう自分は貴族だと思って誇りを取り戻していきましょう。でも大学の時に何かの授業で教授がアフリカの人たちはまあ貧しい暮らしをしているけど、まあそれに比べたら君の悩みは大したことないみたいな風に言う人いるけど、まあ、人の悩みはもうそれぞれ で感じる辛さも違うんだから、もう他人からもう君の悩みは悩みじゃないんだみたいな、まあ、説教おじさんみたいな感じのことを言われても、その問題がもうそもそも違うんだから比較にするのはおかしいってもう言ってたのを思い出しました。まあ、もしかしたらこのアフガンの地獄の端の人たちも、もうこれが普通の状況で普通の暮らしで、でも働かずに橋の下でのんびりして麻薬気持ちいいとか思ってるかもしれないですよね。その映像でももうインタビューとかせずにその状況だけ流して、ジャーナリストの方がこういう状況ですって言ってただけなんで、まあ、橋の下の人の話とかインタビューはしてなかったんで、まあ、もしかしたらこんな感じに思ってるかもしれないなと思いました。まあ、だからそうやってその君の悩みは悩みじゃないんだよみたいな感じの、まあ、説教おじさんは放っておいて、まあ、自分が辛いなら辛いって受け止めて、で、まあ、そこから、まあ、自分よりひどい状況にいる人をちょっと思い出して、で、まあ、落ち着いて、まあ、今やれることを考えていけたらと思った動画でした。皆さんは地獄の橋についてどう思いましたか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう。また遊んでね。うちしたもうニートでニートでニートでいたい。怒られるの嫌だし朝起きられない。もうニートでニートでニートでいたい。今日一日楽しかったって思えればいい。